1954年のオールスターゲーム前年、3度目の日本一を達成した、読売ジャイアンツの水原茂監督が前世を引き、パリーグ3連覇を達成した南海ホークスの山本和人監督が前覇を引いた、オールスターゲーム。前年の3試合から再び2試合に縮小された。第一戦、前覇の星チャーリー・ルイスが外国人選手として、初めて救援スタメン入りを果たした。 ルイスは、現在に至るまで、救援唯一の外国人保守である。試合は、山内和弘、藤村文夫、中西太志ら強打者の本塁打が飛び出した。第二戦はその3内が、延長10回にさよなら打を決めている。オールスターゲームでの西村貞夫と、中西太志瀬、大友、長谷川、杉下博多、野口明葉、梶本隆西村、 荒牧ルイスマサル、西村杯、長谷川本瑠一、瀬、藤村富一号、パ山内一号、中西一号審判、旧審、二出川、累審、金星、横沢三、東、外審、上田、杉村試合時間、2時間3分オーダー瀬、別所、近藤、松山、金田広田、徳毛パ、柚木、ゆ河村、米川、田中、ルイスマサル、田中杯、 金田審判、九審、島、累審、横沢さん、杉村、二出川、外審、金星、上田試合時間、2時間26分オーダーこの年から、オールスターゲームのテレビ中継が始まった。第一戦を中継した NHK は、その後、1994年まで生放送と、中継ダイジェストを通して40年にわたって、オールスター中継に関わることになった。 ありがとうございます。